テレビ番組初の仮想通貨報道番組が今日からスタート。投機対象としてはオワコンだと思ってます。だってどこで使うのよっていう。そうなんですよ、日常生活に使えなければやっぱり世間には普及していかないんじゃないかなと。初回いきなりのテーマが仮想通貨はオワコンか。仮想通貨にまつわる有識者がそれぞれの立場から大論争。本質的にやっぱり異論があって、今の数学じゃそれ無理。仮想通貨って必ず必要なものなんです。番組で真相を追求していきます。さらに仮想通貨を運用している方を紹介する今日のコイナーや、仮想通貨の噂を調べる噂の検証など、さまざまなコーナーもお届けします。真相解説仮想通貨ニュース。真相解説仮想通貨ニュース、司会の堀潤です。榎本レミです、よろしくお願いいたします。さあ今日が第1回ということで、なかなか仮想通貨の専門番組、専門ニュースっていうのは業界でも放送界でも初なんじゃないですか、はい、見たことないですよね。ないですよね、はい、でもニュースのもうネタとしてはこと書かないんですよ、うん、ネガティブなニュースばっかりじゃないですか。そうなんだどうしてもね、儲け話の方に行きがちですけど、はい、そのこう機関のね、技術のブロックチェーンっていうのはこうむちゃくちゃ世界でも注目を集めていて、これに乗るかそるか、今すごく大切な時期に来ているはずなんですけど、専門番組がないということで我々立ち上げました。それでは早速始めましょう。さあ本日スタジオには仮想通貨に詳しい皆さん、関連している皆さんお集まりいただきました。はい、ではご紹介いたします。日本仮想通貨ビジネス協会会長であり、日本仮想通貨交換業協会会長でもあります株式会社マネーパートナーズグループ代表取締役奥山大善さんです。よろしくお願いします。お願いします。ビットコインアナリストとしてネットや経済誌に数々の記事を寄稿。仮想通貨事業を手掛けるフィスコグループより株式会社フィスコデジタルアセットグループ代表取締役田代正幸さんです。お願いします。お願いします。はい、します。そして仮想通貨で寄付ができるプラットフォームキズナや、仮想通貨ブロックチェーン業界特化の人材紹介会社ウィズビーを運営されています藤本舞さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。世界で最初に仮想通貨を生み出したとも言われています著書、仮想通貨とフィンテック世界を変える技術と仕組みを出版。アメリカ、ヨーロッパの仮想通貨企業の顧問や役員をしています認知科学者、トマベチ秀人さんです。お願いします。お願いします。株式投資、不動産投資の成功経験あり、今は仮想通貨にも当然注目、グラビア、バラエティ、情報番組と大活躍、タレントの杉原杏里さんです。お願いします。お願いします。お願いします。いや、杏里さん、はい、ね、投資といえば杏里さん、はい、実績も、積み上げてこられたと思うんですけど、はい、好きですね仮想通貨どうですか。仮想通貨ですか、私も実際やっているんですけど、まだまだ未知で気になることがたくさんあるので、こう詳しい方々にいろいろと聞いて、ちょっと安心材料を増やしたいなと思ってます。ということは今はちょっとまだ不安材料もある。そうですね、ちょっと奥山さんに、お伺いしたかったのが。いきなりね、行きましょうよいいですか、いいですか。いやいやいや、もうね、奥山さんは何でも知ってますからね。推進する方の方も守る方も全部やってますから。本当ですか。株って、私は株式投資を主にやってるんですけど、はいはい、株って企業の業績だったりとか IR だったりをもとにこう買おうかなっていう検討をするじゃないですか。ファンダメンタルスって、はい、企業の、ね、情報が公開されてるから、ね、あ、これは投資していいのかな、いいか悪いかっていう判断ができるんですけど、仮想通貨っていうのは何を材料として売買をされているのかっていうのがちょっと分からなくて、こうネット上に流布している誰かの言説とか、ツイッター上でチェックとか、ね、何を根拠にそういう、こう新しいコインとか選べばいいのよって話です、ね、なかなかエッジ向きですいや、そうなんですよ、本気に変わってますからね。本気ですから、日本では交換業者っていうのが、はいはいはい、登録制、金融庁の登録制になってあるので、うん、その登録業者で扱ってる仮想通貨しか、はい、本当は売買しちゃいけないんですね。なので仮想通貨って世界的にはもう数十万種類あるとも言われてるんですけど、それを基本的には日本国内の人が買ったり売ったりするのは、実は非合法です。違法になります。そうなんですか。はい、で
日本の交換所で上場しているというか、扱っている仮想通貨、残念ながらこれまだ今現在16社あるんですけど、16社合算しても多分20ちょっとぐらいしか取扱い銘柄がないので、そこの中から選んでくださいみたいなことになります。それだと安心なんですね。より でいずれ時間が経つと海外で有名なやつとか、これ面白いよっていうのが日本にまた上がってきたり、日本でも扱われるようになったりとか、あとはその日本国内でもいろいろなことをやりたいって言ってる人たちがいっぱいいるので、そういったものが取り扱いされるようになってくるので、そしたらその仮想通貨の説明とか、これこういうことに使うんだとか、これだけ未来があるんだっていう、こういうのホワイトペーパーっていうんですけど、そういうのがよりちゃんと出てくるので、はい、そういったものを見ながらどれがいいかなって選んでいただくっていう、そういう感じになろうかな。もう今日は専門家揃いですからね、業界の内側の、はい、軽く仮想通貨について学んだところで、早速こちらのコーナー、コイナ徹底討論。さあ、新しい経済の形、ブロックチェーン技術、投機、将来的にさまざまなことが期待される仮想通貨なんですが、未だ実態がつかみにくいというのもこれまた事実です。そこで集まっていただいたパネラーの皆さんに仮想通貨に関するご意見を交わしていただきましょう。番組からテーマをご用意させていただきました、はい、まずはそのテーマに対して是か非かを伺っていきたいと思います、はい、本日のテーマはこちらです。仮想通貨はオワコン。さあ、一部ネットではオワコンという格好もちらほら見受けられます。2017年末に起こった仮想通貨バブルも落ち着いてしまって、根もね、今はこう低調な動きなのかなということはありますけれども、どうなんでしょうか、皆様に伺っていきたいと思います。仮想通貨はオワコンだという方は白、オワコンじゃないと思う方は黒の札を上げてください。それではパネラーの皆さん、一斉にどうぞ。仮想通貨はオワコンか、有識者たちの回答はいかに。